くれた方のリクエストをもとにオリジナル曲を高音質で提供しようという番組です。そしてメッセージやコメントで何か質問があれば送ってください。よろしくお願いします。来週日曜日はここ YouTube でスープに勉強しやメインライブをたまにやっているので、 Twitter からチェックしてください。改めまして自己紹介をします。レイカ時々かの姉のレイカです。作詞作曲アコーギピアノ担当です。レイカ時々かの妹のカノです。中学1年生です。ピアノタンバリン鍵盤ハーモニカ担当です。よろしくお願いします。この番組の感想はハッシュタグレイカノン TV をつけてツイートしてください。いいねします。それでは早速本日の1曲目と目に参りましょう。はい、本日の1曲目は、結婚した妻が旦那にオムライスを作って家で待っているという曲です。聴いてください。レイカ時々かのんでオムライス。ひとりぼっちの AM8 時、布団の中眠たくて、朝早くお仕事行っちゃうの、行ってらっしゃいも言えなくて、ごめんね。今どう頑張ってるかな、やっぱり喜ぶ顔見たいな。それじゃあ待ち遠しいあなたのただいまの声、今日のメニューは大好物だよ、頑張って作ったオムライス美味しいって言うといいな。豪華にすればよかったかな、いつも頑張ってくれてありがとう、感謝してるよ。全部肉やん。何このうち
せしたような、ね、してないよねとアイスです。はい、デコピンさん、中学生活楽しい？楽しいです。本当に楽しいんですか？はい。嫌いな先輩はいないんですか？ないです。本当なんですか？はい。じゃあテストはどうでしたか？まあまあです。一桁台取ったことありますか？そのうっちーさん、歌詞を考えるときはどんなことをしながら考えますか？鼻水出そう。歌詞を考えるときは何もしないです。なんか急に思いつくので、あとは無理やりノートに向かって書いたりするときがあります。はい、どうぞ。あみちゃん、今日雨降ってた？北海道の札幌は降ってなかったです。終わり。今日ちょっと天気が寒くて、天気寒い。日本語りで寒かったね。スマッサーさん、ギターのピアノで紹介して、私のギターはヤマハの島村楽器のコラボのめちゃ鼻水の10万円ぐらいのエレアコです。ピアノはあのスタジオロジック沼ステージっていう白いピアノです。15万ぐらいです。ハンサムさん、今日のご飯は何ですか？今日は何だ、肉？焼肉？ジンギスカン？家の中でジンギスカン。ポトプレートで、ポトプレート、ポトプレートで肉を焼いて食べつけて。普通じゃん。でもジンギスカンって北海道ならではです。ジンギスカン北海道のね。ジンギスカン、ジンちゃん、ジンくんか。誰？知らないの？知らない。ジンくんだよ。知らないけど、ジンギスカンって何の動物か知ってる？羊でしょ。羊のジンちゃんって言った。ジンくんって言ったけど、羊のジンちゃん。いや、ジンちゃん。2分前に来たコラちゃんで、はい、今日は何が楽しかった何かな、うん、どんなことがあればいいなって思う何かな、うん、今日何楽しかったか。今日は部活行ってきた、はい、いじめられた。音楽室から3階までのホールに楽器を運んだ。終わり？楽器をめっちゃ疲れた。なんでダメだよ。音楽以外で好きなことは、レバヨナちゃん、パフェ、アイス、デザートやん。何じゃあ、あるじゃん。とかスクイーズとか。やっぱり、うん、スクイーズ。スクイーズが最近ハマってスクイーズ。感触がね、やばい。でもみんな知ってるかな、スクイーズ。でも小学生とかが知ってそうだよ、これだと。じゃあこの辺にしますか。ありがとうございました。ありがとうございました。それではエンディングはちょこっとチョコレートです。来週もまた見てください。どうもお待ちしています。バイバイ。ちょっと鼻水が出てきました。一応鼻水